して古川琴音です。今日はお越しくださってありがとうございます。もう監督とこのキャストの皆様に会うのが1年以上ぶりなので少し気持ちが浮き立ってるんですけど、浮き合ってますか？合ってます浮き立ってるんですけど、皆様と楽しい時間を共有できたらいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。1年延期したことで、皆さん女優さんの方々もみんな活躍されていて、でこの映画を知らなかった人たちが知る機会もたくさん増えたと思っていて、なんかそういう中で1年延期してよかったなと今は思っているんですよね。で僕も計らずも朝ドラに出演させていただいてそうなんです。あれはあの時はね、知らないかった状態で撮影してたんですけど、古川さんも朝ドラ出てますから ねっていうエールで、そうです。なんかたくさんの朝ドラを生んでいってるって成田さんも出てたしね、またっていう、はい、本当にいろんな方々から街の上でいつ公開なのとか楽しみにしているよっていうことを言っていただいていたので、公開を迎えられて本当に嬉しい気持ちと、あとお待たせっていう気持ちがありますね。でやっぱりこの1年前に私は完成品を見たんですけど、それとは今見ているお客さんたちはやっぱり違う景色っていうか違う世界を重ねながら見ていらっしゃるんだろうなと思っていて、改めて今日来てくださって嬉しいなと思います。ありがとうございます。